はいどうも、おまチャンネルのおまちゃんです。さあ今日はですね、矢巾町に来てます。で、今年の2021年の5月1日にグランドオープンするこのトランポリンの施設、ジャンパランドに今日はお邪魔しております。じゃあ今日はですね、まず特別ゲストが一人来てるのでご紹介したいと思います。ホームランの企画で奇跡を呼んだ男、てるくんです。どうも、てるです。よろしくお願いします、今日は。はい、で今日はですね、この2人で、トランポリンを使って5番勝負という企画をやっていきたいと思います。まあ、それではですね、まずこの施設の、紹介をしたいと思いますので、山内さんです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいですね。すごいですね。すごいですね。改めて自分で作っておきながら、本当に、はい、もう本当子供から大人までが、はい、もうここで無邪気に本当遊んでいただいておりので、すごい。ちなみにこういう施設を作ろうと思ったきっかけって何だったんですか？いや、いろんなきっかけがあるんですけど、まず自分が関東に行ってこういうトランポリン施設に行った時に、まず自分が楽しかった。なるほど。もうただただ自分が楽しくて、自分がこういうところでもう遊びまくりたいっていう、もう思い、ただそれだけですね。じゃあもう今はもう毎日、もう毎日飛び回ってます。で、まさしくこう名前ジャンパランドっていうのが、はい、ジャンプアラウンドの造語になってて、飛び回ろうぜっていう意味なんですよね。なるほど。もう毎日飛び回ってます。じゃあ今日は我々も5番勝負で飛び回っていきたいと思います。それでは早速5番勝負いきましょう。いきましょう、ゴー。追いかけっこ対決。イエーイ。さあ、じゃあ5番勝負の1番勝負ということで、このですね、広いトランポリンを使いまして3分間鬼ごっこをします。なるほど。3分間鬼ごっこをして、最後鬼だった方の負けという感じで、まず最初の勝負をやっていきたいと思います。位置についてよーい、スタート。筋肉痛がいいです。間違いないです。やばい、ジャンプしてみて。飛ばなくて、飛ばない低く低くと言えない。2番勝負落ちたら負けよ。じゃあここはこの平均台の上でお互いこの棒を持って叩き合って、相手をスポンジに落とした方の勝ちとなります。ただルールとしては顔と足を狙っちゃいけません。あくまでもボディ、棒だけを
狙って叩いて押したり引いたり駆け引きを持って勝負してください。はい、ですか。隙はあり、隙はあり、隙はあり、やる気満々や。で、3本勝負となりますので先に2勝処方の勝ちになります。はい、わかりました。オウ、ファイト。そうだ、つくの。第3種目、スラックライン。スラックラインをそのままでサドンデス方式、先攻後攻で先に渡り切った方の勝ちと。どっちが先攻、ね、ちょっと休もうとして。後攻で、さあさあグーじゃんけんぽい。はい、後攻グースタート。あ、あ、足が揺れる、足が、あダメだこれ。ちゃんと見栄えいいね。すごいんだわ、すごいよ、ほんと飛び方の見栄えがいい。いきます。お願いします。待って、しょぼ。わざとこじらせたの？いや違う違う、今マジでくるんってなった瞬間にもうこうだね。あんまり。いきます。あ、やっぱこれあれだわ、手だ、手だ、手の。あ、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 本当に今いけると思ったでしょ。俺もいけると思った。4番目の勝負はアクロバット対決。やここね、まっすぐなこのトランポリンがあって、その奥がね、あの
ふわふわになってて、飛び込める城になってるんで、なるほど、ここでアクロバットな技をやろうと。で、5分間、はいはい、練習の時間を。やったことあるない、アクロバットないけど、5分もうさ、5分トランポリン乗るのしんどいから1分でよかった5分、まあ、休んでもいい。まあまあまあ、そうね、時間の使い方はうち30秒練習して4分半休んで温存するもよし。わかりました。ということで、はい、採点をしていただきます。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。VTR 採点をちょっとサッカーで V 止めて。じゃあ負けた方を落とします。はい、お願いします。いいですか。誰がアクロバット、アクロバット対決、アクロバット対決。はい、はい、怖い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 。落ちた、落ちた、落ちた、落ちる、落ちる。これが勝った。勝因は、勝因はやっぱね、一回転ひねり。でもこれなかなかね、初めて素人でできないですね。そこにチャレンジしたことが勝因ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。勝2敗。いや、最終勝負行きましょう。行きましょう。35かな。わからなくなってきた。
50点同じとこ数えてると思う。何個あるかわからん。足が痛い。とても。足が。ということで、てるくんの勝ちでございます。ありがとうございます。で、今日の罰ゲームがそのね、競技用のトランポリン飛んで、この壁の上に乗って、振り返って初恋の人の名前を叫ぶ。待って、違う、これ違う、これ行こう、行こう。あ、この僕の音みたいな。そうそうそう。イメージトランポリンみたいな。あやちゃーん。ありがとうございました。翔さん転校してたから今どこにいるか分かんないかな。ああ、なるほど。じゃあ、エリが見てくれたらね。もし本人見てたら、メールをくだされば。はい、というわけで今日はね、5番勝負でジャンパランドさんにお邪魔しました。しました。本当にありがとうございます。ありがとうございました。すごいね、汗だく。半端ないね。半端ないですね。乱れに乱れ向かってたっすね。大人が遊んで汗だくかなり無邪気やってた、ね、時間をね、忘れて楽しめたというね。一日中遊べるもんね。遊べる。で、このジャンパランドさんが2021年の5月の1日にグランドオープンということで、はい、ぜひファミリーで遊びに来ていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ずっとね、こういうアスレチックみたいなところの撮影をずっとしたくて、はいはいはい、探してたんですけど、なかなかなくて、ようやくこういう撮影ができたということで、僕も結構感無量な感じなので。ありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。じゃあ、あやりちゃん見てたらメールください。メール来たら教えてくれ。メール来たら、ぜひ。そうだね。他の人たちがね。そうだね。本当に楽しい時間を本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、というわけで、ジャンパランドさんですね、概要欄にありますので、もしね、何か聞きたいこととかあれば、概要欄からぜひご連絡をお願いいたします。ホームページ等々見てください。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、ヘバナイスデイ。グダグダ。